身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日もですね、身長先生式成長ホルモン治療ですね、成長ホルモン治療と思春期遅らせるお薬とサプリメントと生活の改善性、こちらの方で総合的に治療していくです、ね、身長先生式成長ホルモン治療、こちらのですね質問に答えていきたいと思います。こちらよくある質問ってことで、いつからやったらいいですかってこと、どれくらいの治療期間やったらいいですかってことで、そこについて説明していきたいと思います。で結論なんですけど、皆さんですね、2年間治療していただくと私としては一般的にお勧めしています。あといつからやるべきかに関してと、基本的に早ければ早いほどいいというふうにご理解ください。こちらの方に関してで、直接的なデータに関して言うと、個人情報が含まれている YouTube でお話はできないんですけど、やはり年齢が若い方が、治療効果高い、というのが、やはり我々の方で分かっています。それは当然かなというところですね。例えば英語のですね、塾行かせるんですね、やっぱ5歳とか6歳で行くと皆さんプラプラと喋りますよね。だけど10歳ぐらいの時だんだんさ、なんかさ、お母さん何言ってるか分かんないってところで、やっぱ早ければ早いほどいいというのは、身長治療も同様っていうところなので、現状としては早い方がいいでしょうと。で一般的で私の国だけど5歳から受け付けてますので、5歳から少しね検討していくといいでしょうと。ただ難しいのがですね、5歳だとまだまだね最終身長がね、いくつなのか分からないってところで、もう少し様子を見たいっていう方も多いように思われます。一方でなんですけども、いわゆる思春期が始まった時の身長はそのお子さんの最終身長に影響するというふうに言われてますので、そういった意味でやっぱりね9歳とか10歳ぐらいから始めてあげるのがやはり理想なのかなというふうに思っております。一方でなんですけど、じゃあいつまでそういった治療ができるかというところなんですけども、男の子であれば、男子14歳、女の子であれば13歳が一つの目安だというふうにお考えください。ただね、早熟晩熟によってはですね、その年齢が前後しますので、参考程度というところなんですけども、一つは、男子だと14歳、女の子は13歳ですね、これまで少なくとも受診していただいて、検討していただくとお勧めしたいと思います。その中で、身長先生式成長ホルモン治療なんですけども、2年間というふうにお伝えしたんですけども、別の方面から説明すると、最低1年間は治療することをお勧めしています。1年間は頑張ってやりましょうねっていうところですね。例えばなんですけど、塾行ってですね、成績上げてくださいというふうに言われた時にですね、やっぱり1年ぐらい塾の先生として、通ってほしいなというふうに、思うのと同じで、私たちもやっぱり1年ぐらいしっかり通っていただかないと、治療効果ね判定できないかなと思うので、1年間はやりましょうと。しかもその最初の1年間に関して言うと、最も治療効果の高い1年間になってきますので、そういったところですね。一方でなんですけども、じゃあこれ、ずっとやればいいかっていう問題も出てくるんですけど、例えば骨端線が閉じるまでは、治療効果があります、一般的にですね。そういった意味だと、ずっとやることはできるわけですね。例えば保険診療なんかだと、そういう風にして概ねですね、そういう風に骨端線が閉じるところまで成長ホルモン投与が行われるケースが多いように思われます。それは、いわゆるなんていうかな、保険なので、皆さん負担額がかなり低いとか、そういったことの背景もあると思いますし、保険になる場合です、かなり身長低い例も多いですので、そういった意味だと、ある程度こう、リスク以上にその投与するという選択肢を取られる方が、多いように思われます。で現状として別に私の方でもじゃあ5年間投与しちゃダメかとか、そんなことは私も思っておりません。ただしやっぱり自費診療で私の方でやってますので、いわゆるコスパというかですね、費用対効果ですね、そこがすごく大事になってくるので、そこの、バランスも大事だと。そうやって考えてみると、1年目はすごく治療効果が高いと、2年目も十分治療効果が得られるので、大体それぐらいで様子を見られると、一番ねコスパ的にいいんじゃないかなというふうに思ってますので、一つ参考にされてください。ものデータによりますと、2年間治療すると 1SD 改善するなんていうふうに言われたりもします。 1SD 皆さんね聞いたことありますでしょうかということで、男の子が大体6センチぐらい、女の子と5センチぐらいの意味合いですね。なんで2年間ぐらい治療すると、5、6センチぐらい上乗せできるとか、そういうふうにご理解いただいてもいいと思いますので、160になる子は165になるとか、165になる子は170になるとか、そういったふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。でここで、皆さんぜひ覚えていただきたいんですけど、成長ホルモン治療をやるときは必ずサプリメントですね、栄養補充とか、生活の改善性、ここをセットにしてやるってことがすごく重要ですので、そこも十分ご注意ください。漫然と成長ホルモン投与するだけ、それだけはダメで、やっぱりしっかり栄養補充していく、そして生活を改善していくってですね、そこも重要になってくるので、身長先生式ってことで、そこで総合的に治療していくのが身長先生式ですよというね、そこもぜひご理解ください。それでですね、今後もですね、身長に関することを全身全霊で、配信していきたいと思います。それではまた。